シャラゴールデンウィーク、宣伝を見る限りなかなか面白そうだね。最近はプロ棋士事業のことで忙しかったから連休のことをすっかり忘れていたよ。せっかくだし何日か店を休んでどこかで連休を満喫するのもいいかもね。お兄ちゃん急にどうしちゃったの？連休を満喫しようなんてらしくないじゃん。普段は凛の方が乗り気のはずなのに珍しいね。ゴールデンウィークに向けて限定商品やイベントを打ち出す店は少なくない。見て回る価値はあるはずだよ。そうだフェアリー、ゴールデンウィークの過ごし方で検索してくれるかな。キーワードシャラゴールデンウィークでヒットした検索結果のうちアクセス数の多い内容は次の通りです。もはや新エリートぐるみの詐欺、割引のコツが論文並みに複雑、パチモンが紛れてる、どこもかしこも混雑、パチモンってマジ、提案シャラゴールデンウィークには参加しないことをおすすめします。一辺倒な評価だね。お客様コーナーの苦情をまとめたのかな。マスター、夏をより楽しめる画期的なプランがございます。 HDD システムの壁紙を高解像度の海水浴場の写真に変えて、空調の温度を38度、風量を5に設定し、人々の喧騒を効果音で再生するのです。画期的な連休プランを実施する場合はスタートと言ってください。フェアリー、あんたを養ってるだけでうちの電気代はもう爆発しちゃいそうなんだよ。それはそうと、ゴールデンウィークに向けて六分街の商店も積極的に準備しているはずだ。多分価値のあるイベント情報を持っているんじゃないかな。商店街の店主たちからシャラゴールデンウィークの情報を聞いてきたらどうだい。僕が店番をしておくから、そこは安心して。前回の連休は仕事を優先してしまったし、リンも疲れただろう。今回はそんな君のためにもちゃんと満喫しよう。
わね。悪くないタイミングだわ。ささ入ってちょうだい。シャラゴールデンウィークが近づいて街もにぎわってきたわね。あんたたちが思ったより早く帰ってきてくれてよかったわ。ほら自分の家だと思って好きなとこに座っていいわよ。もうニコったら。そっちも遠慮しないで。私の家だけど。何よ、私とあんたの間柄でしょ。誰の家だとかそんなの気にする必要ないじゃない。ニコ、あら、そうそう、あんたにもいてほしかったの。よしよし、二人とも揃ってるなら早速依頼の話を始めましょう。自分が依頼人だという自覚はまだあったんだね。知らない間にランダムプレイの店長が交代したのかと思ったよ。またまた、私はただお得意様にふさわしい態度で接しただけよ。その態度をぜひ報酬を振り込む時まで維持してほしいな。それと今後ビデオを借りる時はご新規様限定クーポンは使わないでくれ。10回も使ったらもうそろそろご新規とは言えないからね。はいはい、そんな細かいことは置いといて、これを見て。今回の依頼のターゲットよ。これはサプライボックス？ええ、その通りよ。担当直入に聞くわ。これ開けられるかしら。フィエリー、何か方法はある？して、当該保管容器に使われている施錠機構は知能化されていないため介入できません。注意、これは私の能力不足ではありません。未だに古臭い技術体系に依存している容器など私に開けられる資格すらないと言えます。もう一度申し上げますが、決して私の能力不足ではありません。悪いのはその容器です。落ち着いてフェアリー、誰も君の能力を疑ってなんていないさ。焦る必要はない。ニコ、そんなのどこで拾ってきたの？聞いて驚かないで。数日前 C41 ってコードの小規模な強制フォローの鎮圧が終わったの。調査協会によるとすでに衰退期に入ってて、およそ2週間で徐々に縮小消滅するらしいわ。まあ普通なら治安局が厳重に見張ってるはずよね。衰退状態にあると確定した強制フォローでもまだまだリスクはあるわけだし。でもちょうどシャラゴールデンウィークが近いから、治安局の人手がほとんど治安維持に割り当てられたの。それで強制フォロー C41 にはセキュリティの大穴ができちゃったってわけよ。その穴をついたホローレイダーたちが C41 で大型の倉庫を見つけたわ。外壁が対エーテル侵食の特殊な合金だったから、中にある未開封のサプライボックスは無傷。そこから貴重な武器を見つけたって人もいるみたい。そんなわけでホロー C41 には価値のあるサプライボックスが大量に眠っているって噂がホローレイダー界隈で広まってるのよ。もうすぐインターネットにも出回るかもしれないわ。つまりこのサプライボックスはホロー C41 から持ち出されたのかい？そうよ、正気あるところにジャトヤあり。ホロー C41 に財宝が隠されてるんなら、このニコが黙ってないわ。バエトン、私と手を組まない？それにシャラゴールデンウィークの準備をしてるのよね。ここで問題。連休に欠かせないものとは？はいはい、ズバリパッション。不正解。答えはディニーよ。ディニーがあればパッションだって倍になるんだから。私はこれを開けられる鍵師を探すから、あんたたちはホロー C41 に行って他のサプライボックスを探してきたらいいんじゃない？私の言ったことが本当だってわかるはずよ。その後は私と一緒に文字通りゴールデンなウィークにしましょう。
戻ってきたわね。どう？嘘じゃなかったでしょう。ニコの言った通り、あそこには確かにサプライボックスがあったよ。
あんたのお墨付きなら本当に今年のゴールデンウィークは充実しちゃいそうね。あ、それともう一つ、調査協会にいる知り合いからホロー C41 の重大な裏情報を仕入れてきたの。探索中に気づいたんじゃないかしら。ホローの中にあって完璧な保存状態をキープしてたあの高級な倉庫、あれはおそらくミッドサマー社のものよ。ミッドサマー社って何？有名なの？何よ、ミッドサマーを知らないの？一時期はスリーゲート軍港と市場を争ってた実力派の武器メーカーよ。まあ、キューと陥落の災害で不渡りを出して軍需産業から撤退しちゃったけど、その前に開いてた公式発表会では業績を奮い起こす秘宝を用意したって言ってたの。ホロー C41 にある倉庫が本当にミッドサマーの資産なら、山積みのサプライボックスも中に高価なものが入ってることも、探索中に防衛機械が現れたのも全部辻褄が合うわ。ミッドサマーの秘宝を見つける、私たちの目標はこれで決まりね。ジャトヤはミッドサマーの倉庫に関する情報を集めてくるから、あんたたちは引き続きホロー C41 を探索して手に入れたサプライボックスをここに持ってきて、退場した後は好きなものを持ってっていいわよ。この話を持ちかけた時も約束したように、あんたたちの休暇の軍資金だと思ってちょうだい。興味のないものがあったとしてもそのまま捨てずに買い手を探してみるのもいいかもね。シャラゴールデンウィーク中はどのお店も目新しいものを売りたいはずよ。オッケー、わかった。パエトン、長い買い物リストを作って待ってなさい。私たちきっとすぐに大儲けできるわよ。私にチップ？
go. これいる？ いいものを拾ったわ。
何これ、おいしいの？私にチップ？ニコが愛してやまないものを拾ったわ。はい、そりゃ
ニコが愛してやまないものを拾ったわ。ついでに遊
何？私。何？私。ねえ、お小遣い。何？私。
しないで。ショックトルネード。もらい。クロスファイア。不思議な。